皆さんこんにちは、ペストでございます。ネッチプレイ級2003やっていきましょう。登録と抹消の確認ですね。今日はありませんね。清原さんがあと2日ですから3戦目は間に合うかもというところですね。ただスタメンで出るかどうかわかんないですけどね。高津さん1日、辰波さんは3週間半というところですね。でホワイトサイズさんあと1日となっております。そう、今日からジャイアンツとの3連戦を東京ドームで、行われます。先発今日はムーアさんやね。井川さん調子上がんない。広沢さんどうしよう。金本さんの代わり行こうかね。これでいきましょう。平下さんも出たがっとるけどね。はい、ということでジャイアンツは工藤さんが先発します。ジャイアンツ対タイガースの試合が現在21回戦を迎えておりまして、本日は3連戦の開幕初戦となります。さあ東京ドームから実況三宅がお伝えしてまいります。流し打ち、ライト線落ちました。さあ一塁回ってセカンドへ、ノーアウトからランナーが出ました。右中間どうだ、追いつけません。先制のランナーホームへ、今セカンドランナー悠々とホームイン、早くも先制。そしてバッターランナーは三塁へ、なんとタイムリースリーベースを打ってこのチャンスに応えました。三塁までランナーが進んでいます。ホームを狙う、うわー止めた、タイガース追加点を入れました。このチャンスにタイムリーヒットを放ち、すでに2点差。さあこのまま波に乗っていくことができるのか。ランナーセーフ、打球はショートへ、セカンドランナー3塁へ、ようやくアウト1つを取りました。タイミングが合いません。早くも追い詰めました。バッターどうか、これも入った。木山、甘い球を逃さず打って目を覚めるような弾丸ライナーを放ちました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、これは一方的な展開です。なんとか悪い流れを食い止めることができるか、いかに低めに変化球を集められるかが勝負のポイントではないでしょうか。これは見ました。打ち上げた。てしまいました。間に落ちるか、ようやくツーアウトまでこぎつけました。
ボールです。ライトはどうか、これはいけません。先ほどの打席でヒットを放っています今岡。スタンドに入りました、ファールボールです。早くも追い詰めました。ここで1球外してきました。打球はショートへ、2塁へ。初回タイガース先制点を挙げています。この人への内角高めへの速球は要注意というデータが出ていますがどうか。打球はファーストへ、ピッチャーはムーア。ど真ん中、ツーナッシング。一気に勝負してくるか。三球三振です。当たりは今一つ、これでスリーアウト。1回の裏の攻撃が終了し、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています赤星。これも見ました。ここは1球待ってみるか。ファウルグラウンドに落ちました。タイミングが合いません。さあこの1球、結局歩かせてしまいました。ここは一発も期待できる場面。初球スチール、二塁へ、盗塁成功。得点圏までランナーが進んでいます。初球は外してきました。内角をよく見ています。おいおいおい、ピッチャーにとっても痛いことになりました。三塁までランナーが進んでいます。ファウルボール、ストレートを続けてきた。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールは危ない。これはまずいことになってきました。押し出し寸前で踏ん張りました。ゴールかまだピンチが続きます。初球は外してきました。この球には手を出しません。外角をよく見ています。ライトへ飛んだ。あ、切れたか。際どいところファールです、連続三振。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。
ストレートから入った。レフトへ飛んだ。追いつけません。今セカンドランナーもホームイン。タイガース追加点を入れました。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。すでに明暗がくっきりと分かれている両チーム。左中間どうだ。頭の上を越えた。タイガースさらに差を広げました。矢野ここでタイムリーツーベースを放ちました。真田これ以上の追加点は防いでおきたいところです。先ほどの打席でヒットを放っていますムーア。一二塁間バックホーム。タイガース追加点を入れました。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。そして打順は1番に帰ります。ファウルボール。ファウルボール。一球間を置きます。どうか届くか。届きました。ホームラン。レフトスタンドに花火を打ち上げました。さあ大観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、これは一方的な展開です。バッタッ、ちょっと詰まってんね。長い攻撃が終了しました。2回の表、タイガース追加。非常に怖いバッターを迎えています。一塁線はおー、見てた。セカンドに行く。ノーアウトからランナーが出ました。打球はファーストへ。あー、おいう。送球よく間に合った。サード投げようとしたね。ランナーが出ました。ここは1点でも返しておきたい。変化球から入った。これは見ました。早くも追い詰めました。三球三振。まだピンチが続きます。初球は外してきました。ライトはどうか。ライト余裕を持って構えます。2回の裏の攻撃が終了しまして、塁には出したくないバッターです。
すでに明暗がくっきりと分かれている両チーム。これは見ました。内角をよく見ています。これは平凡な当たり、これはアウト。先ほどの打席は三振に倒れています。檜山、ファウルボールです。慎重にボールを選んでいます。注目の一球、流し打ち、レフト交代。届きません。一塁を回ってセカンドへ、際どいところセーフ。タイガース追加点のチャンスです。初球は外してきました。一二塁間、ランナー三塁へ向かう。三塁までランナーが進んでいます。ここでタイムリーツーベースを放ちました。柏田、これでこの回3失点。これ以上の追加点は防いでおきたいところです。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。ストレートから入った。ストレートを続けてきた。早くも追い詰めました。打球はショートへ、続いてホームへ、2人目のホームへ帰りました。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。マウンド上、川本、際どいところわずかに外れています。ファウルボール。どうか、よく追いつきました。ようやくツーアウトまでこぎつけました。大きく外側へ切れていきました。これは見ました。早くも追い詰めました。これはアウト。3回の表、タイガース、さあバッターボックスには斉藤。ど真ん中、一気に勝負してくるか。三球三振です。ランナーはありません。流し打ち、簡単にツーラン。この回の出塁はありません。
タイミングを狂わされました。早くも追い詰めました。3球三振です。3回の裏の攻撃が塁には出したくないバッターです。この球には手を出しません。この段階で決めてくるか。さあ勝負球です。フルカウント。ここで落としてくる攻めは当然バッターの頭の中にもあるでしょう。どうか。ランナーは一塁。ギリギリいっぱいセーフ。右中間どうだ。ライトセンターバック、際どいところセーフ。三塁までランナーが進んでいます。初球は外してきました。内角をよく見ています。これも外れてノースリーになりました。ファウルボール。ライトへ飛んだ。届きました。ホームラン。広沢、際どい球をうまく当てて目の覚めるような弾丸ライナーを放ちました。観衆の声援を浴びながらゆっくりとダイヤモンドを回っていきます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。これ以上の追加点は防いでおきたいところです。すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。内角をよく見ています。ボールが先行しています。確実に入れていきたい。流し打ち、多彩な変化球でどう攻めてくるか。追い詰めました。センターへ。センター余裕を持って構えます。ようやくアウト一つを取りました。早くも追い詰めました。に勝負してくるか。どうだ。届きました。ホームラン。矢野、際どい球をうまく当ててレフトスタンドへのアーチです。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。これはボールとはっきり分かる球です。変化球を続けていますが、次はどのような配球を見せるか。
外角中心の配球を見せていますが、次はどう来るか。あ、こぼした。あっと、セーフ。今日はホームランを放っています今岡。ピッチャー返し、余裕を持ってアウト。先ほどの打席は内野ゴロに倒れています。初球は外してきました。これはボールとはっきり分かる球です。まっすぐ、手が出なかったんでしょうか。厳しいカウントになりました。あっさり歩かせたくはないでしょう。これは平凡な当たり。一塁は4回の表、タイガース追加点を入れて、ムーはこの試合まだ点を許してはいません。これは見ました。早くも追い詰めました。一気に勝負してくるか。打ち取ったか。一塁へ。もっと塁を埋めていきたい。ピッチャー返し、自らベースを踏んでアウト。4回の裏の攻撃が終了し、塁には出したくないバッターです。内角をよく見ています。これも見ました。内角中心の配球を見せていますが、次はどう来るか。うまく捉えた。届きました。ホームラン。矢のような打球をレフトスタンドへと突き刺しました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、ここでダメ押し点を入れました。すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。内角中心の配球を見せていますが、次はどう来るか。センターへ、難なく掴んでいます。一気に勝負してくるか。ここで一球外してきました。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールは、これはスイングアウト。この打席でサイクルヒット達成なるか。スタンドに入りました。ファウルボールです。大きく外側へ切れていきました。一球間を置きます。ファウルボール。また。ライトバック。掴みました。芯外されたね。タイガース、追加点を入れて、サッ。ムーはこの試合まだ点を許してはいません。センターへ。
センター余裕を持って構えます。まずは先頭バッターを打ち取りました。いいコースに決まりました。ツーナッシング、早くも追い詰めました。打ち上げてしまいました。簡単にツーラン。この回の出塁はありません。ファウルボール。これは見ました。一気に勝負してくるか。三球三振です。5回の裏の攻撃が先ほどの打席は外野フライに倒れています。際どいところわずかに外れています。追いつけませんでした。ファールボール。余裕を持ってアウト。先ほどの打席でホームランを放っています矢野。ファウルボール。タイミングが合いません。この段階で決めてくるか。注目の1球。フルカウント。両者待ったなしです。追い込んだがもったいない。先ほどの打席でヒットを放っていますムーア。初球スチール。左中間への打球だがどうか。セカンドを回ってどうか。ランナー三塁に達しました。三塁までランナーが進んでいます。ファウルボール。ファウルボール。一球間を置きます。この球も見ました。さあ勝負球です。フルカウント。さあこの一球、自らピンチを招きました。先ほどの打席は内野ゴロ。さあここで一発狙いですね。代打には金本。ポールギア。わずかに切れました。続けてきた。低めのボールが続いています。さあ次のボールは、これはファーストへ。ランナーホームに突っ込む。タイガース追加点を入れました。金本ここでタイムリーヒットを放ちました。すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。センターへ飛んだ。この位置から間に合うか。三塁ランナースタート。タイガース追加点を入れました。若武者犠牲フライを打ち上げて、ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。初球スチール。二塁へ盗塁成功。
角をよく見ています。ファウルボールです。低めのボールが続いています。さあ次のボールはレフトへ飛んだ。これはアウト。6回の表タイガース、ムーはこの試合まだ点を許してはいません。ほぼ定位置で掴んでいます。ここで代打を出してきました。バッターボックス山田。まっすぐ、手が出なかったんでしょうか。打球はセカンドへ、一塁はこの回の出塁はありません。ボールか。これは見ました。ファウルグラウンドに落ちました。この打席もバットは不発。2打席連続三振。おっと、ここでこの人を送り出します。先ほどの打席は三振に倒れています。広沢、際どいところわずかに外れています。タイミングが合いません。間を置きます。さあ勝負球です。フルカウント。さあこの1球、二遊間抜けるか。ノーアウトからランナーが出ました。ああ引っ掛けた。二塁は463のダブルプレー。岡島、ここは注文。ランナーはありません。初球から来た。ツーアウトからですがランナーが出ました。スタンドに入りました。ファウルボールです。3球三振です。7回の表の攻撃、さあカン、さあリリーフ、ウィリアムさんいけるんでね、ウィリアムさん変えましょう。ムーアさんちょっとホームラン出んかったんで残念でしたけどね。まあ、かアリアさんでここに入れて、で野口さん、よいしょ、はい、あ、まあ、か勝利へ向けて盤石のリレーを見せています。ちょっとごめんなさい。
ノーアウトからランナーが出ました。いいコースに決まりました。早くも追い詰めました。打球はセカンド、二塁へ。463のダブルプレー。高橋、この打席はゲッツーに終わっています。際どいところわずかに外れています。7回の裏の攻撃が失敗。この回の攻撃はラストバッターからです。流し打ち、一塁を回ってセカンドへ。ノーアウトからランナーが出ました。タイガース、追加点のチャンスです。ストレートから入った。この球も見ました。豪快に引っ張った。わずかに切れました。打球はセカンドへ。ランナー三塁へ向かう。ワンダウンです。三塁までランナーが進んでいます。ストレートから入った。打球はショートへ。ホームを狙う。記録はフィルダースチョイス。ここでチャンスに強いこの人がバッターボックスに立ちます。初球は外してきました。カンカン一発アウト。金本さんはそれができるのな。おっと、先ほどのクロスプレーでどこか痛めたか。どうやら大丈夫のようです。場内からも拍手が起きています。これはファーストへ。タイガース、さらに差を広げました。若武者、ここで回復。明暗がくっきりと分かれている両チーム。ランナーセーフ。ストレートから入った。お、届いた。届きました。ホームラン。たまらか、際どい球をうまく当てて目の覚めるような弾丸ライナーを放ちました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。タイガース、これで勝利をほぼ確実なものにしました。これ以上の追加点は防いでおきたいところです。先ほどの打席でヒットを放っています広沢。初球から来た。伸びる伸びる、掴みました。8回の表、タイガース、追加点を入れて、さらに今日はこれまで2打席凡退です。二岡、
てしまいました。これはアウト。今日はこれまでヒットはありません。阿部際どいところに入りました。これはスイングアウト。先ほどの打席は三振に倒れています元木。これは見ました。ツーアウトからですがランナーが出ました。打ち取ったか。そして一塁は8回の裏の攻撃が終了します。マウンド上ペドラザ。外側へ切れていきました。これはスイングアウト。ランナーはありません。二遊間抜けるか。さあ低めに変化球を集めてゲッツーを狙っていきたいところ。初球スチール。流し打ち。どうか。よく追いつきました。アウトを2つ取りました。この球には手を出しません。ファウルボールです。一気に勝負してくるか。バッターレフト落下点に入りました。9回の表、この回この場面で代打を出してきました。バッターボックス河合。あと3人抑えてしまいたい。まっすぐ手が出なかったんでしょうか。打ち上げてしまいました。難なく取りました。今日はこれまでヒットはありません宮崎。速球で詰まらせました。自らベースを踏んでアウト。あと1人踏ん張れるか。まっすぐ手が出なかったんでしょうか。ツーナッシング。もう後がありません。試合終了。興奮冷めやらぬ東京ドームからナイトゲームの模様をお伝えしてまいりましたが、タイガースジャイアンツを下す結果となりました。はい、ごめんなさい、声が枯れちゃってたというわけでね、ホームランは 1,2,3,4,5,6,7 8本ですね。ムーアさんが22勝目、ウィリアムさん43セーブですね。工藤さんは5敗目となっております。打撃成績、赤星さんがねちょっと最初のスリーベース以降ねちょっとミートがうまくいってなかったんですけどね。で
猫ちゃんは4の4で、そうか、フォアボールがと犠牲フライがあるから、そういうことか。アリアさんが5安打やってたけど、ほとんど単打っていうね。ライナーで飛んでいくから。で、ムーアさんがすごかったね。まあ、大きい当たりもありますけど、全部ファールになっちゃいましたけどね。ということで、31安打、28得点ですね。ピッチャーの方、ウィリアムさんは、あ、ウィリアムさんじゃない、ムーアさんの方は、被安打2の奪三振6。で、ウィリアムさんも被安打2、奪三振は2となっております。2かり寄ったりの防御率やね、両方ともね。はい、ということで、あと2戦、まだジャイアンツとは試合残しておりますけどね、そちらの方もお楽しみにしておいてください。それでは、さよなら。